皆さんこんにちはジュビちゃんでーす。はいお元気ですか。えっ、ー、とですね、えー、嫌われる指揮者に続いて好かれる指揮者とかもあの動画まあ作ってからああだこうだ言うのもあれなんですけどネタなんで。<laughs> <laughs> あのちょっと気を悪くされる方がいらっしゃったら本当に申し訳ないと思って「あの角、ま、が立たないように」ってあの言ったんだけど「いや何をやってもこういうこと動画を作ること自体が角が立つやろ」っていうあの話もしてたんですけど中もうちでねあのもうこの間も指揮者の方から「あの指揮棒で書かないようにします」とか言われて思って「すいません」って言って謝ってたんですけどあのねあのこ こ,この前の動画でヤジを飛ばすっていうようなことをあの言ったんですけども最近、あのー、あこういうこと言うとあのリハーサルってえどんなリハーサルやってるのって一般の方思われる方もかもしれないので、まあ、最近の事情と私が若い頃のね20代の頃の雰囲気っていうのは相当に違うので今日はそういうお話をしたいんですけれどもあのねヤジが結構ね私若い頃はね まず一つには指揮者の先生もかなりきつい言い方をされる先生も確かに多かったような気がするんですけど割とストレートにね「遅い!」とかね、まああの 「全然合ってとかって言ってまあ結構声を大きくするような方もいらっしゃったかもしれないけどそれプラスあの学院さんの方もよく「学待」とか言ってたんですけどあの「そんなじゃ分かんねえよ」みたいなことを言う人は、まあ、こんなふうに言うより一番なんかあの傷つくというか多分傷つくだろうなと思うのは。 わかんねえよなって聞こえるか聞こえないかみたいな声で言ったりなんかして先輩たちがねそれで私たちは若い頃はもうそういう先輩方の姿を見てそれであのなんか同意を持ってねわかんないよなとか <laughs> あっああみたいなことはよくあったんですけどね、えー、最近はねあのそんなこと全くないですね。だから 人としての礼儀を <laughs> あのわきまえているというかあの学院さんがあなこうで陰口ねそんなことを言うこともないですしあの指揮者の,あの先生方もやはりあのすごい礼儀正しいというかあのあの丁寧にえっ、ー、と リハーサル進めるっていうのが、まあ、当たり前なんですけど昔はねそんな荒れた時代もあったように思いますが記憶してますが、えー、そんなことで思い出したのが、えー、山本直澄先生なんですけどあの私はね、えー、この世界に入ったのが、えー、と1990年ぐらいから。 仕事を始めた、まあ、学生の頃からいろいろと、えー、1980年代後半からなんですけど、あのーまあ、当時ね、あのーまあ、こういうクラシックのオーケストラの現場なんか来て山本先生なんかいがいらっしゃったらねそれこそテレビの中の人だったのね、あのー、だからなんかいろいろオーケストラがやってきたとかね、えー、そういう番組を持っていらっしゃったりいや他の先生でもやっぱりあの、えー、と朝比奈先生とかねもう本当に レコードの中の先生をじかで見てあの本当に感動したし、まあ、最初は震え上がってたことも多かったんですけどあの、まあ、今日は山本先生の話をしたいんですけども私はもうすごく大好きな先生だったんですけど、まあ、ちょっと変わってらっしゃったんですよね。ででそそれこそあの指揮者ネタであの このやのやつででったんですけど、例えばあの、えー、ブラームスの「ハンガリーの5番」とかねよくやるナンバーとかはもうリハーサルしなかったんですよ。あのあれはハンガリーの5番もういいな「やったなやったよなやったって思うやつは手あげて,て,て」って言みんなが手あげる <laughs>、うん「やったな、うん、じゃあ次」って言われラデツキー公式やったなやったなやったと思う人! <laughs>」はい次」っつって。だからねあの よくやる曲ばっかりのリハーサルだったら本当にね冗談抜きであっという間に終わるんですよ。「おいもう終わり」っつって「じゃあ明日」とかって <laughs> 本当にねあのそういうセンスであいい意味ですごいプロ,プロフェッショナルの、あのーまあ、極みだったんですけど私はね山本先生で一番最初に名前を覚えたのはあの まあ、新,日新日本フィルハムリ交響楽団を結成されたのが私が子どもの頃小澤先生とそういうふうに。あの 結成されたっってていうのがあってそれでね私子供の頃さだまさしさんなんかをよく聴いてたんですけど、えー、シン・ニ・フィルと山本先生がさだまささんと一緒に、えー、と演奏したりとかっていうのでねあのよくあのレコードなんかで聴いたりなんかしてたんですけど、あのー、それでねあの思い出したのがねあのー、あそれでこの世界入ってね 山本先生で最初に言ったらひょっとしたら、えー、とサントリー1万人の行くかもしれないこれねちょっとねグラスがあるんですよはいえー、とこういうこれねあの他の動画でも出てきてこれねあの山本直澄さんじゃなくて山本博康さんがねこのグラスを見るとねいいなっていうんですけどね、えー、これはね1991年の、えー、大阪城ホールって書いてありますね。こ、えー、この時91年が最初ででははなかったですけどこれは記念のグラスとということね。 2個セットでね出演者全員に配っていただいて私1個割っちゃったんだけど1個はあの残ってるんでこれは使わずに丁寧にあのしまってあるんですけど普段は、えー、そういう、まあ、財産なんですか。あとですね山本先生だと「9代 B のゆうべ」なんていうのコンサートがありましてね9代 B ってよく3代 B っていうのはドイツ音楽の,あのバーカーベートベンブラームスなんて言ったりするんですけどそれに例えばビートルズとかねとかねあのバート・バカラックの「 雨に濡れててもっていう曲ありますよね。映画音楽かな。あれをやったりしてそれで、あのー、まあねリハーサルの時にねこれみんなちょっとメロディーあの手空いてるやつ口笛吹いてくれよなんて言ってね。で <laughs> なんてやってて私口ぶっ下手だからできなかったんだけどまあとで「まあ、ちゃんとやってくれよ本番はアメやるからよ」とかって言うのは「アメやるから」って子供に言ってるみたいなんだけど本当にケータリングのとこにアメが買ってあってね先生らしいんだけれどもであの本番中にねもう先生本番中にね無茶振ぶりするんですよ。それで、B、つく 作曲家って多いんだよなって。多いんですよ本当に B 作る作曲家ってあげたらきりがないぐらいって本当に目のつけどころが天才だなと思うんですけどそれで学園さんにあの聞いていくんですよ本番中にねあの打ち合わせなしででな B の作る作曲家他に誰がいるとかって言ってで私こあのもし当てられたらああのコントロバスだったらボテシーニとかねいるからボテシーニって言おうかなとか思ってたらバイオリンの若い子がえっとえ 「ボッケリーニ」とかって言ったら「ボッケリーニ」「ブッケリーニ」「メメエット」とか有名なのちょっと弾いてみてよ」<笑><笑>あってあ私に来なくてよかったボテシーニ」って言ったら「ボテシーニ」弾かなきゃいけないとこだったわなんてヒヤッとしたようなことがありましたけど、あのー、先生はね結構ねですごい気さくな方なんだけど厳しい一面もあってリハーサルなんかトランペットの方がちょっと音が外れたりなんかすると。 お前てめえは何年ラッパ吹いてんだよ <laughs>」なんて言われましたしねで私がすごい直接覚えてるのはプリンクプランクプランクあの、プレンクあのガきますやつやつですかあれをやってたらあの、リハーサルの時にね「ちょっとあの、前出てやってくれよ <laughs>」って言われてああ、の、ま34人コントロールして前出てあの、まあしたりなんかもあの、したことありましたね。あのーまあ、の、ま そういうい時代だったっていうのもあるんですけど口は悪い方でしたけど本当にあのオーケストラを愛してらっしゃって岩城、まあ、あ先生なんかも私すごい好きだったんですけど岩城先生とねすごい仲良くて岩城、まあ、先生が本で書いてらっしゃるんですけどあの山本さんすご,い山先生すごい天才だったっていうねあ,のあれ渡辺先生のレッスンの時っっあの音をねピアノでバッと弾いた時にもう全部聞き分けられるみたいな。 そういう本当に能力に長けてる大天才だっていうこと書いてらっしゃったんですけど、あの本当にね、あのそういう愛情に溢れ音楽への愛が溢れた先生でいらっしゃいました。でそういうことを思い出すとこういうあの指揮者があの。 好かかれれるとと嫌われるとか私がこんなネタでやるなんてもう本当にねあの僭越っていうかねあの本当に私あの指揮者の先生方に何の敵意を持ってやってるわけでもなくてむしろあの本当にあのオーケストラをまとめるっていうのはもうすごい大変なことであのもうすごいあの尊敬してる方ばっかりなんであの申し訳ございませんこれもう本当にネタでちょっとあのやってるだけなんで何言っても遅いよね <laughs> 何言ってもカドを立つんだけどあの まあ、そんなわけであのー、ちょっと今日は、えー、昔の思い出して、えー、だから30年30年ぐらい前かの話ですけど <laughs> 思い出して話してみました。はいというわけでじゃあまた。